はい、次はメゾンドフロマージュさんからいただいたパルメジャーノレジャーノです。イタリアのねパルメザン地方でできるねチーズですよね。じゃあこのチーズで何を作るかというと、チーズ芋餅を作ります。ね、それを使って美味しいねパイ風の、ね、チーズ餅の、ね、あん春巻きです。さあ、じゃあまずはじゃがいもです。じゃがいもをね、ある一定温度、ね、家庭ではだいたい70度80度ぐらいでいいです。で最低でも30分、もう中心まで行くとねもうもっとかかります。ですからね、おすすめはね、前の日の夜お湯の中につけて朝までかかってきます。その後は肉じゃがを作ろうがコロッケを作ろうが、ね、ポテサラを作ろうがね、ね、じゃがいもがとっても美味しくなります。ね、今回のは潰してしまうので小さく切ってしまいます。じゃがいもね美味しいんだわ、本当に美味しいの。もうね、今ねお店でもねじゃがいもはね必ずね出すようにしてます、ね、小さく切ってね水にさらします。はい、これをね今から低温で調理をします。上手に真空にするでしょ。そうしましたらこれで80度のお湯に入れます。できました。差し替えたのよ。そう、もうね昨日からね作っといたの。じゃがいもにお水です。ひたひたに入れます。強火でいいです。これでね水がなくなるまで。はい、だいぶ煮上がってきました。これで潰します。これはねこうやってね出てきます。すりこぎでもいいですし、でビニール袋を入れてあの上からね潰してもいいです。はい、パルミジャーノレジャーノです。でこれを粉にしますね。粉にした方がすごく風味があります。すごく美味しいチーズなので、これで、ね、チーズの半量を入れます、ね、こういう硬い、ね、硬質のチーズでいいんですけど、硬質のチーズじゃなくてもあのとろけるチーズでもいいです、うん、おー、チーズすっごいいい香り。このままも食べたい。じゃあここに片栗粉を入れます。片栗粉は、ね、粗熱が取れてから入れてください。熱い時に入れたらもうネバネバになっちゃいます。じゃあ今から春巻きの中に入れる、ね、お餅にします。まずねこの後ね熱をかけるとお餅になるんです。ここで焼いてやります。美味しそう。わー、チーズのすごいいい香り。はい、じゃあね、春巻きの皮にバターを塗ります。春巻きの皮をねこうやってねバターを塗ってね焼き上げるとねパイみたいにねサクサクのができるの。はい、じゃあそしたらこれで包んでいきます。はい、あんです。はい、それから芋餅です。からパルメジャーノレジャーノです。これで包んでやります。さあ、包んだ時にここにもバターを塗ってあげましょう。あの間にねバターが入ってねもっとパイらしくなる。はい、上にもそう、このバターがねチーズとあってねまた美味しいんだわ。
はい、チーズ芋もち、あん春巻きです。ね、焼き上がりました。おいしそう。焼き色も綺麗ね。いただきます。うん。うん。本当お餅だわ。うわ、チーズの香りがすごくおいしい。春巻きがね、サクサクなの。うん、じゃがいも自体がね、本当にね、美味しくなってる。うん、優しい熱と優しい気持ちが大事よ。